三門堂松寺は、岡山県小田郡や影町にある、総統州の寺院。三号は、船木山。本尊は、奉還者か如来。三号の船木さんは、所在地が、神宮皇后の朝鮮半島出兵に関して、平泉の船材を献上したことに由来していると言われ、当地を戦闘を里と言い,い、松を植樹し、ほら松の死という名を授かったという。アスカ時代、 天智天皇の行幸の時、ほら松の司の松は天乱を受け、幸福寺の三つてる菩薩を勘定し、仏閣を建立、宝生宗、船木三道松寺院として創建されたと伝えられている。後に、和家氏により七道せ瀬愛が整備された。三十六房を有したとされる。樹英三年、安徳天皇が再開に、先行の時に、その船が大破した。その時に、 千載数百本を検事、ほら松寺院を、ほら松寺と改称したとされる。中世紀には衰退していたが、室町時代になり、欧永19年に、遠州大統院の三山生産が去るがかり、上司昇士の依頼により、中高した。三山生産は、死の女中店を解散とし、自らは、第二世となった。不況数年にして、四方より、修行像が集まり、大道場となった。 弟子に、森、芝茂、霊竹道言禅寺などあり、全風を高揚した。五世、高志芝世大禅寺以降は、林番十字世が敷かれ、明暦年間まで、約200年間80世に及んでいる。その後は合議して、独従世となり、特十六世天宗ことぶき悟郎氏を迎えている。ほら、松文書と呼ばれる、古文書43通が現存しており、 室町時代から戦国時代のより経長を4年にかけての電磁古郷、寄進状、事業関連の文書で当時の備中国南部の経済活動が伺える資料である。平成16年に岡山県の重要文化財に指定された。現在は、や、影文化センターに帰宅されている。二の門以上の建造物は平成23年7月25日付で、 国の登録有形文化財に登録された、岡山県小田郡赤影町横谷3798。ありがとうございます。